大丈夫《眠れない?》いいよそのまま寝転んでて背中させるねよーしよしよーしよし本当にどうしちゃったんだろうね急にこんなに眠れないなんて。 学生時代とか今まで一度も眠れないなんてことなかったんでしょなのに急に全然寝れなくなってそれからずっと不眠でこんなこと初めてで不安になっちゃうよねよしよし大丈夫だよ大丈夫 ちょっと疲れちゃったんだよね。君の体と心が休ませてくれって言ってるんだよ。君は頑張り屋さんだから、寝るときもさ、明日どうしよう、これやらなきゃ、あれやらなきゃって頭ぐるぐるしちゃうんだよね。今は、今だけは、お布団の中で、 頑張らなくていいん,だよんうん。<laughs> 自分より頑張ってる人はたくさんいるって <laughs> あれでしょその人たちが頑張ってるのにこんなとこで体調不良になってしまう自分が悔しいしその人たちに負けた気がするし周りにも申し訳ないって君は言いたいんでしょ <laughs> 君はそういう人間だからな私がいくら「そんなことないよ」って言っても聞かないのは分かってるけどでもでも一応言わせて「そんなことないから君は人よりもすっごい頑張ってるよ」 そんなことないからって。はいはい。もう何も言いませんよ。君の考え方だもんね。否定はしないよ。責任感が強くて、負けず嫌いで。他人に優しくて、誰にでも礼儀正しくて。自分の決めたことにまっすぐで。めちゃくちゃ努力家でさ。 そんな君が好きだし心から尊敬するたまに他人のために自分を犠牲にするところがあるけどね <laughs> 別にいいんだけどさいいんだけどそれで君がその後高確率で抜け殻みたいになってる姿を見る私の気持ちもたまには考えてよ毎回だよいろんな感情がこみ上げてきて 私の心臓が持たないんだけど。<laughs> よかったら、私の心臓にも優しくして。<laughs> じゃあ、眠くなるためのおまじないやってみようか。体一つ一つの部分をリラックスさせるの。あれこれ不安で考えちゃうの一旦やめて、体のことだけに集中するの。フル稼働してる君の脳みそ。 ちょっと休ませてあげようね。じゃあ私セラピスト役やるから。<笑>,笑わないでよ。<laughs> じゃあ体の全身の力を抜いていきます。リラックスして。息吸って。吐いて。息吸って。 吐いて、顔全体の筋肉、舌、顎、目の周りの筋肉にも意識を向けて、口もポカーンって開けて、力抜いてみてね。次に首の力を抜いて、 肩の力も抜いて、呼吸はゆっくり、吸って、吐いて、繰り返してね。次は腕。肩から指先にかけて、だんだんと力が抜けていくよ。ずっしりと床に吸い込まれていくみたいに。 大丈夫かなできてるねもしうまくできなかったら1回思いっきり力を入れてから一気に抜くとリラックスできるかも次は大きく深呼吸して胸の筋肉をほどいていくよ自分の肺に空気をいっぱいにするイメージで「すってー」 吐いてー。脱力。うん、上手。それができたら、次は下半身を脱力させてくね。床とくっついてるお尻。太ももから膝の裏。ふくらはぎ。ふくらはぎから足首。 足のつま先にかけて、ゆっくりと力が抜けていきます。全身の力が脱力したら、そのままゆっくり、吸って、吐いて、はぁ、吸って、 うん。上手。いい子。じゃあ、このまま頭の中すっきりさせちゃお君のさ、頭の中でぐるぐるしちゃう正体は何仕事のこと勉強のこと人間関係家族のこと恋人 私のこと過去の失敗したこととか悔しかったこと自分へのコンプレックス将来の不安ちょっと考えてみてで、全部今パッと全部思いついたもの一度私に渡して イメージで大丈夫。そういう悪い邪念を、なんか箱に全部詰め込んで、私に渡すイメージ。私にちょうだい。ありがとう。こんなに君は頑張ってて偉いな。過去も、今も、未来も。 君がこれから考えなきゃいけないって思っていることは今私の手の中にある。これは明日になったら君に返すから大丈夫。今は私のもの。君の中にはない。この不安たちは明日から考えればいいから。はい。リラックスして。よしよししてあげるから。 だんだん眠くなるからね。よしよしトントンよしよしトントンよしよしトントンよしよし,トントンよし,よし

大丈夫って聞いたら大丈夫だよって答える君だけどちゃんと君のこと分かってるからねなんか意味のない言葉を聞きたいわけじゃないんだろうなってこと私君のこと見てて思ったりするんだそれでも私が君のことをリラックスさせてあげられる 唯一の存在になりたいっていうのは本当だからね大好きだよおやすみ今日も一日ありがとう